談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファー9公演目、2月3日木曜日夜公演を見てまいりました。いやー、すごく良かったです。全体にどのキャストも皆さん、キャラクターや気持ちが強くほとばしっているように見えて、それが一気にというよりは誰かがパンって出すと皆様本当にお芝居が達者でいらして、その誰かがポンと出した熱さを周りもすごくパッと受けて返してというキャッチボールの渦が相乗効果でどんどん舞台上でなんか物語が深く強くなっていったというか、いや本当に良い舞台を見せていただきましたという喜びにこれは溢れました。内容を受け止める気持ちとはまた別の回路でですね、いいお芝居を見たなっていう感じがいたしました。特にパーティーゲストさんのゲスっぷりが増してきまして、こうね、この人のゲス度が上がれば上がるほど、エリオットはじめ周りもやってる甲斐があるというか、戦ってる甲斐があるというかね、後半の盛り上がり度が良くて、格闘シーンとかもすごく荒れてて、いい意味で素晴らしかったです。もっといいぞ、もっとやれという感じでした。でという全体の印象のほか、内容に触れない吉澤さんについての内容感想で言いますと、ですね、何度もここで言っちゃってますけど、窓辺に佇む横顔の美しさがね、ちょっともう皆さん想像してみてください。窓辺で柔らかい日の光に照らされた横顔で、その窓枠に肘をかけて、ね、困惑したようにその手の甲を口元に当てたりとか、参ったなというように頭を弱々しくかいたりとか、でそのまま額に手を当ててうなだれてしまうとか、もうほぼ無言で息遣い、ため息とか、ね、ちょっとした返事、リアクションぐらいなんですけど、もう素敵なシーンで、これで映画一本撮れるんじゃないかっていうぐらいの素晴らしい光の無言劇が繰り広げられています。素敵。あとですね、この回は感情の発露が強くて素敵だったと冒頭でも申し上げましたけど、激しい感情だけではなくね、ふとした時の笑顔というか、笑顔未満の方の奥でちょっとキュッてするね、吉澤さんの表情がありますよね。もう顔の不随意筋を細胞単位で動かしていらっしゃる、もう生命の奇跡なのでね、そういう風なこうこぼれる笑顔とか、なんか今気持ちがあったかく動いたんだなっていうようなところ、またすごくあったかくて印象的で、とてもたまらなかったです。で、息遣い、さっきの窓辺の時も言いましたけど、本当に、セリフ以上に語ってるんじゃないか。あれ、これこの前言ったかな。まあでも、今回もすごく感じまして、セリフ以上にものを言う、雑誌とかでね、お写真とかで拝見していると、目の語り方がすごいんですけど、いや、吐息で語るのがすごいなと、吐息と背中がすごいなと、この舞台を見ていてとても思っています。はい。で、カーテンコールはちょっとエリオットのままっていう感じで出ていらして、一度目戻るときにちょっとこう左手で胸元を押さえて頭をぐらりと動かして出ていかれて、なんかね、心が揺れてしまう感じで、二度目も、ね、この回、二度目ちょっと一歩こちらの世界に戻ってきてらっしゃる気がするときもあるんですけど、この回はなんとなくエリオットのままマーキュリーファーの世界から抜けてらっしゃらないままに見えまして、この本編舞台の感情がすごく大きかったというのが関係あるのかどうかわかりませんけど、本当に一回
公演が終わるごとに演じてらっしゃる方も心に残る、もしかしたら手とか皮膚感覚とかに残るものが違うんだろうなと思いました、はあ。さてでは、内容に触れる感想ですけど、あのですね、まず吉沢さんのはことではないんですけど、この回はもうとにかく犬の回、あとろうそくが落ちてヒヤヒヤの回ということで思い出しやすい回になったかなと思います。でもね、北村さんも初めての舞台っておっしゃいますけど、まあね、お芝居はもうベテランの域でいらっしゃるので、馬というべきところ犬とおっしゃいましたけども、次に病ないぐらいで次も続けて言わなきゃいけないのにちゃんと犬で繋いでらして、いやお見事と、ちょっと思わず拍手をしたくなってしまいました。で、私が常に定点観察していきたいと思っているエリオット君のゴミ拾いについてですね、今回はローラのはセンターで、スピンクスのは下手という基本の、特にナズへの親切のないバージョンだった上に、途中でなんか喋って歩きながらもうボト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 いろんなとこに落として歩いてて、いやまあ結局最後はね一生懸命ナズが集めてくれるからいいんですけど、エリオットくん困った子だな、ゴミ拾いが下手でっていう感じで愛しさが100万倍でございました。あと、ローラと出会った時の話をするところ、ここね、いつも素敵なんですけど、目が覚めると太陽ってお顔を上げたらオレンジ色の光、照明が瞳にポンって映って、もう本当にその暖かさがエリオットに注いでいく感じがするんですよね。で、それで受けてほっぺの奥でかすかにグッと表情の温度が上がる、ふわっと、なんだろう、絶望と恐ろしかった夜、何もかもめちゃくちゃになっていた夜から朝になって日が昇って心がほどけて隣にローラがいてっていうのがですね、表情の温度がすごく素敵だなと思ったところに、俺はエリオット、この俺はエリオット丸ごと、この間は俺はで切ってエリオットっていうのが特別感が素敵だなと思ったんですけど、俺はエリオットって丸ごと温かい希望に包まれた感じがして、すごくすごくキュンとギュンとしました。で、あとですね、パーティープレゼントの反応をゲストが試すとこ、これちなみに小指かなと思ってたら親指かもしれない、私遠い席しかなくて本当に細かいところが見えなくて悔しい思いをしているんですけど、まあでもね、会場に入れていただけて見せていただけるだけで本当にありがたいと思っておりますが、親指ですかね、かな。まあでもよく考えたらゆういちも小指だけじゃなくいろいろパキパキ折ってるから、まあ結果オーライかなと思いますけど、その次に、その次だ、ここの話じゃないな、すいません、まあ、それは何指でもいいとして、そこで折ったことよりも反応がなかったことに焦るというね、エリオットの一歩向こう側にいるヤバさがちょっとあったりするんですが、その次にタバコの火を当ててみたら反応があったぞという時に、お、反応があったっていう感じでスピンクスと顔を見合わせてよしと、結構なドヤ顔でゲストを見る表情が良かったです。で、最後の宇宙探検のあたり、いつもねグスッとクスッグスッみたいなふっていう息で泣いているような声、息遣いに、さらにこの回はクッとかウッとか、おえつをこらえるのに近いような声が加わってて、あと右腕でグイッと涙を拭うような仕草もあったりして、結構強めな泣き具合にも、ね、見てて胸が潰れそうになりました。で、たくみくんもいつもより涙声な感じでね、もう本当にこの終盤ラストに向かってガーって上がって感情が詰まっていったんだなっていうのをひし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 と感じまして、で最後の最後のラストシーンに至るまでもう息が銃を取り出してから浅くて荒くて、なんか喉がグッグーってなってたりしていって、で最後もう抱き寄せるところは、なんて言うんだろう、しゃっくり上げるとも違うんだけど、こう涙をこう殺すような息遣い、なんかむせび泣くみたいな、胸が波打っちゃうような感じのにぐっと横に引いた歪めた口元で、目線が呆然と遠くを見てるっていうんじゃなくて、
割と近くを悲しく見据えてるみたいな風に見えまして、もうすごく悲しいっていうのがここでは大成功だと思うんですけど、という感じでした。いやー、ということで、今日はここまで。明日は10公演目行けたらいいなと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。